What do you need? Oh my god! She didn't know how to say window. Trust me. これサムネイルにしようよ。Yeah. 完全にごまかしたよね。ピンポーン。Alternative. ちょっと待って、ちょっと待って、めちゃくちゃなこと言うな。ベクテツ。逃げた逃げた。ベクテツ。りょうちゃん、スピーキング。はい。No, no カタカナ Japanese accent. You gotta go 100% English. 僕ができるだけね。Yeah.次の単語を発音してみましょう。Happy Hello World Stop Earth Beer Zero Right Light Tall World Tour Italy Robot Vitamin Computerコラーゲンって言いたいところやけど、コラジェン。リテラシー。ちょっと戻って、ちょっと戻って。リテラシー？リテラシー？もう一回やってみる？はい。ふざけたからね。リテラシー。あ、リテラシー。日本語ね。アストン・マーティン。アルタネイティブ。はーい、お疲れ様でした。お疲れ、お疲れ。はい、最後タイトル言ってくれたね。あ、本当？アルタネイティブ。ちゃんと。アストンマーティン早かったね。アストンマーティン乗ってたから。あすげえ発音良かった。いやなかなか良かったんじゃないですか。もう一回ずつ言っていこうか。ハッピー、ハロー。このワードとか難しいな。ワード、うん。スタップ。これも難しい。ちょっとなんか言おうって決めてから言った。Earth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 。いいじゃんいいじゃん。Earth。Earth。Earth これごめんなさい、これサムネイルにしようよ。Earth ちょっと戻ろっか、りょうちゃん Hello もう一回言ってみて、うん、Hello 今ごめん、ジュリアンの真似したじゃあ、Hello 英語でもう一回言って、はい、Hello なるほどね、恥ずかしい。なるほど、 Hello もいろんな言い方あるからね。ただなんか単語のみで言うときは Hello って感じかな。 Hello とかも言えるけどね。こんにちはだからね。Hello. うん。あとちょっと怪しいなと思ったの、タオル。タオ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 。Not bad. Not bad. Not bad. あとビタミンは完全にごまかしたよね。バイレン。ごめんごめん。なんかちょっとその辺調子も。いやいや。ちなみにちょっと V をもうちょっと活かして。V。バイレン。赤赤赤。赤。今多分 D に集中してもらってた。ありがとう。バイタミン。That's pretty good。バイタミン。意外と言えてなかったのが、うん、コンピューターかもしれない。コンピューター。うん。Oh。アクセントがね。コンピューター。ピューで入る。コンピューター。Yes. あ、そうピューに入るんだ。あ、でも直したら言えるんだね。うん。コンピューター。そっかそっか。コラーゲンすごかったね。すごい。え、合ってた。コラーゲンなんか合ってた。え、俺なんて言った？コラージュン。コラージュン。コラージュン。コラージュンって言ってた。なんか引っ掛けがありそうなところ得意だね。ね。あ、構えんねやろな。なんかそうだよね。さっきからさ、先生たちがこれ引っ掛け絶対引っ掛かるだろうなってとこ大体なんか近いか合ってるか。そうなんだよ。すげえなんかやりがいない。ごめん。そうやな、一生懸命考えてくれてるのに、いろいろトラップ仕掛けてるのに全部なんか避けてくじゃん、うん、一番最後の Alternative っていうのはこの番組、このショーのタイトルはそういう風に発音していこうぜ、うん、あえて Alternative っていう番組にしてるんだけど、うん、この単語に関しての発音はちょっと若干違うんですよね、うん、あ、そうなんや。そうだね、この単語は Alternative っていうんだよね。 Alternative Very good. Alternative AlternativeYeah. Alternative. そこそこそこだ。V. そこ V もうちょっと。V. Alternative. Alternative.
Oh, Italy. イタリアは Italy ちょっと怪しかったかな。Italy. Italy. 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 これはどこがコツ？サフティ L? T と T と D の強さって言葉によって結構変わるんだよね。うん、で、あのその T と D の後に何つくかでも違うし、うん、あ T とかもタとかトとかこういろいろバリエーションがあって、その Italy の Ida the なんかツッツッって音を出しすぎない IDA ぐらい Italy みたいな Italy 難しいとされる R と L の違い、うん、これちょっと交互に言ってみてもらっていいですか、うん、じゃあ俺はどっちを言ったでしょうか。いきます。なんで俺らが答えるの。違う なんか俺普通に答えようとしたけどいきます。あ Right 右ピンポーン。それ後出しじゃんけんだよ。後出しじゃんけん。じゃあ右 Light 照明 Right Light Right Light。 いいじゃん、上手上手。じゃあ合ってる照明 Right Light Nice Pretty good。 でも L と R できてるっていうのはだいぶいいよね、うん、そこで結構手こずる人たち多いから、それできてるっていうのは。あ、そうなん、うん、ガールはガール、ガールGirl Girl でも耳がいいんだろうね、いろいろ。 Girl ね、あれだよ、俺1ヶ月かかったよ言えるようになるまで。おうん、マジ言えなかった。 RL が続く時のやつがすごい苦手で、最初そう、ね、もうずっと Girl って言ってた。ずっとやってたよね、1ヶ月間ずっと言ってた。歩き回りながらずっと女子、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 ずっと言ってた。やばいね、やばい、頭が女子、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 本当にでも、本当にずっと言ってた。Girl、Girl、Girl ならないといけないフレーズの優先順位が高かったんだよね、Girl が。そうだね。スピーキング、あと文章ありますね。うわー、嫌やなー。 I have no plan。逃げた逃げた、ごめん逃げた即答。すごいね、何も予定ないんだ。もうちょっと、もうちょっとなんかないですか。でもじゃあ例えば、じゃあ例えば誰が、じゃあジミー明日何する予定か、あの日本語で言って、それを俺が英語にする。オッケーオッケー。じゃあ、明日、ちょっと待って、ちょっと待って、めちゃくちゃなこと言うな。大丈夫明日は朝、うん、ジムで運動して、うん、友達とランチ食べて、うん、あ、もうそれでもう、じゃあ、おいおいおい、友達とランチ食べて夜映画館に行く、うん、ちょっと待って、いらんこと言うんじゃなかった。I will go to gym for workout in the morning。 いいよいいよ、いいんだよいいんだよ、いい感じだよ、よかったよ。どうしたの、どうしたの、りょうちゃん。戻っておいで、戻っておいで。なんかもうみんなが、あとなんかもうズボン履けよ。ズボン履こうよって書いて。その後に I have lunch with my friend で、 and then お前うるせえ俺and then で恥ずかしくなったの今。and then ですごい恥ずかしくなってるね。で、watch the movie。 Alright, okay。 文法正しくなくてもさ、今のでも伝わるわけじゃん、うん、あ、ジム行ってランチ行って、うん、映画行くのね、うん、伝わればいいし、なんか正しい文法って別に後からつければいいから、うん、I think ごめんなさい、ごめんなさい、聞いてるよ。とりあえず今はもう伝わりればいいやぐらいなライトな気持ちでバーって言っちゃった方がいいと思う。わ、うん、かりました。そうね、じゃないと直しようもないからね。 It's fine, it's fine。 あと3問かな。うーん、 Whoever What's that? Whoever 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 いいね、いい逃げワードを知ってるね。うん誰でもいけるぞってことだよ。そうそう、誰でもいい。そう、うん、MyFavorite type is big tits。 big tits big tits。 ちょっと待って、ちょっともうバカだよ、やめようよ。いいよ、いいよ、いいよそれ、うん、これオープニングで使おうよ。やめてよ。big tits big boobs
ビッグブーブ。お前おっぱいの言い方2つ知ってたな今。おっぱいの言い方ピッツの方があかんねんな。あかんっていうかチチみたいな感じやろ。そうだね。よく知ってるね。それはだってもういろいろ見るやんかだってそこで学んだんだ。好きな女性のタイプそれだけでいいですか。あとじゃあ very kind。 ああ、ナイス。 kind beautiful、mm-hmm. big tits将来の夢 I wanna be かっこいいおじいちゃん、イケてるグランパ、イケてるオールドマン、イケてる very cool ジジイ。 What's ジジイ。 ジジイ、いや俺結婚してなくても一人でも、もし一人身でもグランパって言っていいの。いいよ、伝わる。グランドファーザー、うん、あ、いいんだ。まあ伝わるじゃん。結婚したくないんだ、うん、する予定ないんだ。いや結婚してないその一人身で生きてる親父たちのことなんて言うの英語で。 Cool old man。 Cool old man かな。 Cool old man、うん、Cool old man。 Alright、 これ気になるね。これもノーコメントやな。ノーコメントやな。それね、正解言っていいの。いやでもちょっと待って、ジンのどこが好きか。 I…どこが好きって俺でもどうやって言うん。これジンのどこが好き。別に顔好きじゃねえし声も好きじゃねえし。 I hate ジン。 I don't like じゃないんだ。 I hate ちょっと待って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 素手日本語で言った。ね、ちょっと待って、なんで俺が傷つかなきゃいけないのこの回。やっぱ酔っ払ってる時気にしないじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。15までめっちゃ遠い。イエーどんなん、これ学校で絶対教えてくれへんだろ。あれやろ。あ、そっちに撮ったんだ。うわすげえやだ。すごいやだね。ちょっと待って。